喪失の儀礼は、松本清張の長編推理小説である。小説新潮に連載され、1972年11月に新潮社から刊行された。連載時のタイトルは、処女空間。名古屋のホテルと深大寺で起こった、医師連続殺人事件の謎を追う、ミステリー長編。1994年、2003年、2016年にテレビドラマ化されている。名古屋で内海の学会に参加した住田雄吉は知人に会うと言って日本ライン沿いのホテルを出た後、名古屋駅近くのホテルの客室内で死体となって発見された。女性関係や医療関係の線で捜査が進む中、名古屋中署の大塚刑事は住田が投稿していた現代俳句詩、秀樹の関係者にあたる。他方、東京、調布近くの深大寺で、再び医師の死体が発見された。被害者のポケットから、犬山の土産物屋のレシートが発見されたことを聞いた大塚は、警視庁の須田元係長と共に捜査を続けるが、やがて謎の赤毛の女が浮上する。松本清張スペシャル喪失の儀礼のタイトルで、1994年1月18日21時3分から22時54分に日本テレビ系火曜サスペンス劇場枠にて放送された。最初の死体が発見されるホテル、大塚刑事の所属ともに仙台の設定。視聴率 22.2%。キャストスタッフ、松本清張特別企画喪失の儀礼のタイトルで、2003年11月30日21時から23時24分に BS ジャパンの BS ミステリー枠にて放送された。地上波では同年12月3日20時54分23時18分にテレビ東京系の女と愛とミステリー枠にて放送された。大塚刑事の所属はいわきの設定。キャストスタッフ松本清張特別企画喪失の儀礼のタイトルで2016年3月30日21時から23時8分にテレビ東京系で放送された。大塚刑事の所属は静岡県の設定。キャストスタッフ。ありがとうございます。